どうした？いや、なんでこの木、実がならないのかなって。まだ若いのさ。こんなにでかいのにな。イチョウは孫の代に実をつけるって言われとるからな。孫の代か。残念だったな。まだまだ銀杏は食べられないぞ。別に腹減ってるわけじゃねえよ。あ、もしかしてビビってんのか。んだとお前ち。落ち着けよラスト。俺たちが今から向かうのは城じゃない寺だ。だからビビってねえって。けどさ、なんで王家秘蔵の宝刀があの寺にあんのさ。王城の宝物殿にあるはずじゃん。なんだ、聞いとらんかったか。うちの天満屋に付き合いのある大工が宝物殿の改装しとるんや。そのために宝は王家の息のかかった寺に分散され、一時的に保管。うちの天満屋に付き合いのある人足が宝運んだんや。けどさ、なんで主人の宝刀なのさ。おうちの天満屋に付き合いのある老人は。ちょい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 天満屋の宣伝朝まんとって悪い。いいか、主人の宝刀は王家の宝だけど、王家にあだなす宝なんだ。王家にあだなす、うん、そないな刀を世の中にほったらかしにするわけにはいかんて、宝物殿の奥不幸に厳重にしまれとったんや。宝刀を作った王家お抱えの刀職人は4人の豪傑とともに反乱を起こした。5人が10人、100人、1000人に。その反乱分子の制圧を王家はかなり手こずったらしい。だからその宝刀を盗むことで俺たちの決意を示す。これは始まりだ。俺たちに呼応する奴らもきっと現れる。そして俺たちは王家に苦しめられ虐げられる人々を解放し新たな世を作る。もちろんそこは覚えてるよ。本当か。若いからおじさんたちと違って記憶力はいいんだ。一個しか違わねえだろおめえは。知らせや。ほな行こうか。ああ、世直し第一弾始まりだ。行くぜ。